マウンテンバイクガイドとトレイルビルダーやってます、堀井サムです。僕にとって白馬とは、家族と遊ぶ場所、家族を育てる場所です。田舎暮らしに憧れて、はい、大学の時たまたま履歴書をいろんなとこ田舎の、まあ、リゾートに送ったんだけど、白馬が一番早く返事が来たから白馬に来た、そんな感じです。まあ、岩岳スキー場ではゴンドラ使って、まあ、大体標高1400ぐらいのところから大体700メーター弱をずっとオフロードを走って降りてくるっていう、そのコースを作ってます。やっぱ地元の人、自分の子供に楽しんでもらいたい。今作ろうとしてるのはもう日本にあんまりないそのフロートレイルって言われてるようなものを今作ってます。誰も知らない間に面白い道を作る、それがトレイル。そうですね、巻き込む人ですね。夢を語ってやろうよ、どんどん巻き込んでいきます。親方は一回テストライドしてるんですけど、僕らはまだなんて行ってこいということでちょっとテストライドしに行きます。初めてですね。最高っすね。最高ですね。やばい、エヴァンさん。やばい、すごい。おい。Yeah. It's good to see you. Happy people get when they ride the trails. この頃まだ岩岳が全盛期。看板が国道に岩岳マウンテンバイクかなんかそんな感じで。マウンテンバイクでスキー場でどうやって遊んでるんだろう。今働いてるスパイシーってところでアルバイトしてたんだけど、ベネットとそいつが行こうぜみたいな感じになって、でそれからだね、それからハマったみたいな。愛妻弁当です。ティティーン。素晴らしい奥さんですね。頭が上がりませんね。その白馬村マウンテンバイククラブっていうのがあるんで、その集まりに参加して一緒に子供たちとマウンテンバイク楽しんでます。終了？終わりですね。終わりました。はい、帰ります。お疲れ様でした。言っちゃっていいかな。ワールドカップを白馬でやるが今の一番の目標です。ただいま。どんなお父さんですか？顔は白い。いつもお風呂からパンツ一丁入れてくる。働いて遊んで、家族で団らんして、最高でした。
白馬でマウンテンバイクガイドとトレイルビルダーやってます堀井サムです。白馬とは自分にとって、家族で遊ぶ場所、家族を育てる場所、そんな感じです。